いこさんメッセージありがとうございます。10月31日ハロウィンの動画になりましたね。で、今回は最低賃金と働く人の権利、そして経営者の権利といいますか、考え方っていうものいろいろありますけども、まず一番最初にね、経営者ってのは従業員さんを金持ちにしようなんて思わないんですよ。で、そういうところに進んで入ってしまうのが労働者なんですよね。だからその労働者のままでいていいのかどうかっていうこの根幹のところを考え直さないと、結局は不満の多いところでずっとやることになると思います。で、なかなか難しいと思うんですけども、あえて言います。ここで何度もいくさん自身も考えたと思いますし、聞いたことがあると思いますけども、給料に不満があるんだったらやっぱりね、出ていくっていうことが大事なんですよ。で、従業員さんがいなくなると経営者の方ってね、結局自分でやらないといけないから困るんですよ、ね、経営者の方が一人で会社は回せません。まあ私は回してますけどね、 IT のスキルが高ければできますけども、通常は IT のスキルがない部分を人にやらせないといけないんですよ。で、 IT のスキルで、経営効率を出してる会社と、ライバル関係になる、戦わなくちゃいけない時に人を使ってる会社って機械よりも安い賃金じゃないと回せないんですよね。だから機械の賃金ってむちゃくちゃ安いんですよ。ただ同然なんですよ。だから経費がゼロの会社に、ほとんどゼロの会社、 IT を駆使してほとんどゼロの会社に立ち向かっていくような会社っていうのは、人を安い賃金で雇うしかないんですよね。まあそうは言ってもね、労働者の権利としてちょっと最低賃金っていうのが今回あるんで、最低賃金を出してくださいよっていうふうに労働者の権利を主張する、そのね、必要があると思います。これはぜひね、従業員さん同士で、一人で怖かったらね、何人かで固まってやっぱ葬儀を出した方がいいと思います。これ当然の権利ですから。もしくは労働基準監督署に、駆け込んでですね、そこで、やるべきことを、しかるべき処置をしてもらうってことが必要です。こういうふうに行動を起こしていくんですよ。法律で守られた行動を取っていくってことをしないと、やっぱりせっかく最低賃金の決まりがあったり、労働基準監督署という括りがあるのに、それをね、労働者の方が活用しなければ、経営者の方がそれを積極的に活用することはありませんので、ぜひそういうふうに考えていくのが大事かと思います。それでね、労働者の権利、いこさんが権利を主張できないような、そんな会社だったら早く辞めた方がいいです。本当に自分の権利が主張できない、要するに自分の権利を要するに主張してね、ダメだって言われるんだと別ですよ。でも多分これはね、主張しきってないと思うんですよ。本当に体制が変わるまで、出社するたびに最低賃金、今日は最低賃金で働かせてくれますかと、最低賃金で働かせてくれないんだったら、ちょっと今日は業務をしません、ボイコットします、もしくは労働基準監督署に行きます、それが元で私はね、不当解雇するんだったらそれはもう裁判に行きますっていう形で権利を主張するっていうのはそういうことだと思うんですよ。で、経営者の方が痛いのは、労働者が権利を主張してその権利を行使すること、使うことなんですよね。そうするとなあなあでやってた部分が法的な基準になってきますので、これはきちんとやってあげないといけないなっていうふうになっていきます。で、はっきり言ってですね、前半で言ったことなんですかね、経営効率の高い会社に立ち向かっていくために人を安く使ってるってところ経営者ありますけども、経営者はまずね、自分の利益を確保して、それから仕入れ代金を確保して、取引先への支払いを確保して、それから一番最初に自分のところの従業員さんの給料を確保って順番です。ですんでですね、他のお金を使う暇があったら、まずは家族たる社員に対して、従業員に対して手厚くやってくださいっていうのはね、主張していかないといけないかと思います。要するに経営者っていうのは何の声も上がらないとそれでいいんだって思っちゃうんですよ、ね、で、実際いくさん一人が例えばね、主張するとしますよね。そしたら他の従業員さんは多分抜け駆けして、私はこの賃金でいいですよっていう人が出てくるんですよ。だからこういうふうにね、労働者同士で足を引っ張り合ってるって構図にもなっています。だからそうならないためにもやっぱりね、横でつながり合うことが大事だと思います。さあそこでですね、私速稼塾の中で何度も繰り返し申し上げていることがあります。権利を持った人、既得権益者とか経営者っていうのは協力する、行動する、これを2つをね、すごい使ってくるんですよ。でも一般市民とか一般労働者っていうのは団結もしないし行動もしないんですよ。勝てるわけないんですよね。だからせめて力が弱いと思う、権利が十分主張できないと思うんだったら、団結して行動するってことはやっていった方がいいかなと思いますし、そういうところをやっぱりね、子供たちの世代にも見せていかないと、またね、自分たちの次の世代、子供たちの世代も同じように弱みを握られたような働き方しかできなくなっちゃいますから、戦うところを私たち見せていきましょうということでございますね。はい、それでね、
これは厳しい言い方になりますけども、辞められて困る人材だったら辞めさせないように会社は賃金や待遇を上げていきます。で、いっこさんちょっと言われてましたよね。自分がね、もし辞めれるんだったら辞める、でも辞めたら仕事がカツカツだから他の残った従業員さんに迷惑がかかっちゃうって思ってるでしょ。でもね、これはね、いっこさんが思ってるだけなんですよ。残念ながら本当に辞められて職場が回らなくなるというふうな経営判断を人事の人ができるんだったら、経営者ができるんだったら、ちょっとね、いっこさん辞めちゃうと仕事回らないから、ごめん、待遇のことを考えさせてっていうふうになるんですよ。というか、それを言わせないといけないんですよね。これが交渉のスキルなんですよ。まあ、ですので、私たちはね、本当に人に対して気持ちを伝えていって、で、自分の全部が思い通りにならなくても、落としどころっていうんですかね、間を取るところで少しずつ進んでいかないといけないです。経営者のこうしたいことで、私たち従業員のしたいこと、その間を取るってことを繰り返していって、こっちとこっちで間を取ったら、今度はね、こことここで間を取っていくっていう風にして、その一番最終的なもうギリギリのラインをいつもいつも、これ毎日ですよ、毎日やっていくっていうのが労働者の権利ってことなんですよね。で、労働者の権利っていうのは本当にね、まだまだ全然使われてないと思いますし、これはね、経営者が労働者の権利を使うんじゃなくて、労働者が労働者の権利を使うわけですから、やっぱりそこはね、自分ごととして会社の体制が変わるのを待つとか、会社の経営改善がなされるのを待つんじゃなくて、経営改善っていうのはやっぱり従業員から下から突き上げていくところでしかないんですよ。やっぱり従業員さんがね、辞めちゃうと経営者の方本当困りますから、だからそこをね、盾に取ることはできると思います。もちろん従業員さんが辞めても新しい人がまた募集して入ってくるみたいなね、状況があったんだったら、これはもう弱みを握られてますんで、そこではですね、労使関係っていうんですか、もうはっきり言っちゃうと、自分の立場が弱ければそれを認めてですね、よそに行くって選択になってくるわけなんですよ。で、いろいろと申し上げましたけども、私はこう思います。やっぱりね、労働者の方が我慢してしまうとそのまま行っちゃいます。だから我慢せずに、自分のね、得るべき報酬、賃金、時間が搾取されてるって、これに怒りを感じないといけないんですよ。怒りをね。で、いっこさんが我慢できても、例えばね、いっこさん本来もうちょっと自由になってるはずなんですよ。そうするともう私とかとね、会う回数が増えてるかもしれないですよ。で、その私たちが会う回数をね、もう搾取されてるっていう風にすると、私もなんかね、どうなってんだみたいな感じなんですよね。だからちょっとね、言い方がめちゃくちゃになりましたけども、まとめていきますと、いっこさんは自分の権利をもっともっと使っていいと思います。そのためにはね、ある程度の戦いは必要になってきますけども、やっぱりそこはね、諦めないでほしいかなと思います。労働者の方、従業員の方、諦めるのがみんな早くって、だから経営者の方が権利をそのまま、経営者の権利を使い倒していきます。でも従業員さんの方が数が多いわけですから、従業員さんがまとまっていけば経営者に打ち勝つことはできるんですよ。残念ながら従業員さんが自分のことだけ考えて、自分の立場とかね、自分の収入のこととか、自分の対面とかを考えてね、見てくれを考えて団結しないんですよね。ここはね、はっきり言ってずるいです。本当に心からそう思う人がいるんだったら、そう思ってる人が動く、これに尽きると思うんですよね。はい、何かとですね、ちょっと一個さんには耳の痛いことも言いましたけども、一個さんのことはね、心から自分事と考えてるから、こういう話になりました。私が一個さんの立場だったら、私が立ち上がっていくと思います。そして自分のもう利益、損得関係なく、自分の権利を主張することをやめないかなと思いますよね。N 国党の立花隆さんみたいな感じですよね。自分の権利をどこまでも主張していくという風なね、強さを使っていってもいいんじゃないかなと思いますよね。はい、動画の方、本当にありがとうございました。勇気のあるね、いっこさんの本当にね、素直な気持ちだったと思います。私もすごくね、心震えるところがありまして、今回の動画撮らさせていただきました。必ずしもね、いっこさんの心にね、優しいものばかりではなかったと思いますけども、何がしかのね、このモチベーションですが、行動の原理を与えられたらと思います。もう一度言いますけども、いっこさんは権利をまだまだ使ってませんから、どんどん使っていってください。労働者には労働者の権利、経営者には経営者の権利、経営者は権利を 100% 使います。でも労働者はあんまり使わないんですよ。遠慮しなくていいと思いますよ。では本日は以上です。失礼します。